澤田ではなくその前ですね、ここで澤田に出ました。ゴール前ゴヤが待っている。澤田のクロス、ゴヤ落ち着いて決めた。前半13分、今日もこの男がやりました。ゴヤヒロト4試合連続ゴール決めてみせました。立ち上がりから非常にテンポよく攻めていた長崎、13分についに山口のゴールを落とし入れました。このサイドの崩しが良かったですよね。ここですよね、間を取って裏を取ったところですね。で、小屋選手これちょっとニアにこのマイナスにもらうような動きをして間に入ったんですよね。なので菊池選手ついていけなかったですよね。このキーパーとディフェンスの間に入られましたね。いや、澤田選手も本当にこれ優しいボールですね。しっかりゴール